さあ、ついていきましょう。うわあ、びっくりした。そんべん来てみるかと思ったんだー <laughs> うるさい、よ、う,うるさいわ <laughs> ええー、皆さんがびっくりしてしまったことを募集しております。ラジオネーム八五郎。うん。太田さん元巨人のガリクソン選手、こんばんは。まあ、ガリクソンじゃないけどね、俺はね。毎週楽しく拝聴しております。はい、ありがとうございます。今回は十年ほど前にわあ、びっくりした出来事を紹介させていただきます。ほう。 10年前ですね。私は予定のない週末には大体映画館にいるほど映画が好きで。高橋さんほどではないですが。年間100本弱。うわ、すごいね。高橋さん今年何本もうすぐ200本。もうすぐ200本。まだ行きますからね、これ。もう、あれだね。ベブルスみたいな。ベブルスって何ですかよくわかんないけど。 映画館で映画を見ています、うんうん、今からちょうど10年ほど前の秋の日曜日のことです、うん、その日私は朝から六本木の東方シネマス我々タイタンライブをやってす、ね、そうですねタイタンライブをねやっておりますけどねまでアメリカの政治ドキュメンタリー映画を見に行きました、うん、はいもう高橋さんはピント来てますか <laughs> 映画館に行くと、いつも人のあまりいない前の方の席を選ぶのですが、うんうん、この日も私は前から3列目、うん、ちょうど視界の端とスクリーンの端が一致する。うん。んとどういうことだ近すぎると、前すぎるとね。スクリーンの端が一致する場所に座りました。うん、ちゃんともう慣れてんだ、ね、この人ね。うん、ほどなく、 上映時間となり、本編上映前の CM が始まったんですが、スクリーンには、数年前に惜しくも休館した情報誌ピア。これがね、休館しちゃいました私連載してたんですけどね。が、リニューアル相刊されたという CM が流れていました。CM の内容は白タキシード姿の画集ン 達也さん。かっこ、元若田明。若田さんね。が、読んでいたピアから顔を出し画面に向かって、映画だと叫ぶものです。あの独特の声で、映画だ映画だと叫びながら、どこかへ一目散に走り出した画集ンさん。 途中道路に止めてあった警官、警察官の自転車を拝借し、うん、スピードアップ、うん、追いかけてくる警察官を引き連れて、画集インさんがやってきた場所に、うん、うわ、びっくり何田中さん、どうだと思います<ぇ>やってきた場所って何よ東方シネマズ六本木そうです<え> <laughs> そこはなんと、さっき私が通ってきた、六本木ヒルズの、うん、うん 森タワー前の階段の前だと。<う>まさに私がいる映画館の入り口に入った。<う>あ自転車を乗り捨てた画集員さんは、<う>そのままの勢いで階段を駆け上がり、うん、まさに私がいる映画館の入り口に入った瞬間、この日最大のわあびっくり。なんと、さっきまで薄暗かった客電が明るくなったと同時に、はい、画面の中の画集員さんと全く同じ格好をした。 白タクシード姿の男が、場内に乱入。<laughs> ああああその後、スクリーンに向かって両手を振りながら、映画だーと、叫び出したんです。ああその後、物の授業と立たないうちに、ああ劇場係員と警察官も場内に登場し、彼を確保。<ー>あっという間に彼らはいなくなってしまった。 そういう試みをやっていたんだ。今思い出しても見事なハプニング CM だったのですが、しかし、うん、結果的に私はだんだん不安になっていきました。はい、私が見ようとしていたのは、アメリカの政治ドキュメンタリー映画、うん、しかも六本木という立地条件と、うん、日曜の朝一番の回という条件もあり、観客の大半が外国人だった、うん、へー。そのため、 これだけ手の込んだ CM が、目の前で展開されたにもかかわらず、うん、場内は、誰一人反応せず、うん。え、嘘、嘘、え、なんでシーンと静まり返ったままだったんです。えだって別に外国人だって別にね。私はあまりの場内の無反応ぶりに、もしかしてあれを見たのは、私だけ。<laughs> そんな。<laughs> と、本編の上映が始まった後でもしばらく、うん、映画どころではありませんでした。 すごいな。乱筆乱文長文。失礼いたしました。ではまた。というね。そんなことあったんだね。これは高橋さん。見てない。見てない。ええ。知らなかった。ええ。ま、それ一回だけなのからね。これ何だと思うんですこの。ああ、5話の。5話の。ああ。10年前ぐらい。うん。 分かんないですねえ、た、ね、そのぐらいかもしれないですね、マイケル・ムーアーとかか、ね、マイケル・ムーアーもありましたね、あれも10年前ぐらいですからね、わ、ね、かんないけどね、コロンバインもね,ね、でもコロンバインってどど10年、もっと前のような気もするけどね、<ー>どうだろう、わかんない外国人の方がね、反応はもう映画館での反応すごいからねでもさ、外国の人もさ、 その、例えば、ガシュインさんは知らないだろうし、あれだけど、やってることで、わーってね、なるほどどね。喜びそうだけどね。なんか、やっぱり異国の地で、急に、それって、なんだっけなか、あぜんとしたんだろうね。ラジオネーム、ジョニー。太田さん、普通のマッサージ屋さんなのに、自ら紙パンツをめくって、エロいサービスを期待している。そこの、あなた。言ってこんばんは。先週の放送の、 はびっくりしたで、LINE のやりとりの話があったんで、はい、先月、僕の身に起こった、はびっくりしたをお送りします。先週のひどかったよね、あれね。うん、なんかポ、リベンジポルノチックな、あれでしたけどね。うんうん、それは僕がバイトしているスーパーでの出来事。うん、一番話がある、話が合う、鮮魚、うん、担当の H 君に、あ、そうだジョニーもグループに入れない、うんうん、と言われました。うん グループ別に自分はジャニーズジュニアでもないし。なんだそれはなんだそれは何のことだろう俺らのスーパーみんなで LINE のグループがあるからさ。あ、なるほど。そういうのあるんだ。知らなかったよ。イジなよって言うから。あ、そっか、LINE のグループって。 自分から入るっていうより、招待されて入るもんだしね。うん。っていうか、いちく君、俺だ、スーパーのみんなでって、新人に言うみたいに言ってるけど、うん、俺の方がバイト歴長いし。で、実際招待されてみると、ここで一つ目のワービック。うん、なんと、そのグループ。うん 20人もいました。そんないるのええー、食品担当、鮮魚担当、レジ打ちの女の子まで。すごい数だ、ね、全員20代。はあ<ー>。スーパーの20代の中で、うん、自分が21人目で、最後です。最後か最後か。後か遡って会話を見てみると、<う>今日終わりで飲み行く人、 はとか。飲みの誘いをしています。まあ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 、まあ、いいや。グループに入れたし。えいち君は、せっかくグループに入ったんだから、ジョニーから召集かければ何なんて、そいそう。うん。そそのかしてきました。うんうんうん。まあまあ、そそのかして。まあまあね。でも、確かにそういう感じするよね。うん。喋ったこともない人もいるし。そうだね。自分、 そんなタイプじゃないし。拒否しました。ただ、エイチ君と別れて家に帰り、よくよく考えると、ジョニーさんが入会しました。って、出ちゃってるのに、何も発言しないのも変だな。勇気を出して、僕。どうも食品担当のジョニーです。よろしくです。よかったら明日、終わりでご飯行けませんかあ、やった。 既読の人数がみるみる増えて。うわーすごい。うん、あっという間に既読20。うんうん、うん、うん、みんな読んでくれた。うん、ここで最後のは、びっくり。田、うん、中さん、何だと思いますえ全員が既読するだ。そうですうわぁ、来たー既読20になっているのに。<laughs> <laughs> これからも返事が返ってこないのです。<laughs> いやー、まあ、誰かがすると思ってたかなひどくするかける二十。いや、確かに、そう、多い方があり得るかもしれない。いや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  <laughs> せめて、H。H だ。お前は返せお前はない。お前は白だね。何する決め込んでんじゃん、えーえー、確かにひどい、H はひどい。頭に来たので、H 君にだけ、うん、個人的に、僕、うん、おいお前 なんでお前もスルーするんだよ <laughs> なんか返してくれようん。カッコ、北斗の剣のスタンプ。うん<あ>。するとグループに、H く君だけから5分後返信が。うん<あ>。H 君ん、カッコ、明美ちゃんの ダメよ。ダメダメ。の、スタンプ。意味がわかってよ。ダメよ、ダメダメってそこで。すると、きますると、スルーを決め込んでいた、他の人たちから、A さん、カッ細貝さんの、いいじゃないの、のスタンプ。B さん、何話の男の、それくらいの覚悟なんやで、のスタンプ。 <laughs> C 君、カッコ、OL 二人がお弁当を食べているスタンプ。おい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 <あ>俺の発言関係ねえじゃん <laughs> も関係ないね !H のスタンプに乗っかってるだけじゃ、うん実,実質それはスルーし,してるのと、 一緒なんやでー <laughs> <laughs> こんな H、ムカ、うん、つきませんコーナー違うじゃねえかコー,ーコーナーが違うよね。それ以降僕は一度もグループに書き込んでいません。うん、いや、なんかね。LINE 難しいいや、確かにね。 なんていうのかな俺もそ、それは、俺も LINE、まあやってますし。何人ぐらいのグループでやってるんですかいやだグループなのは、えっと、ベッキーがやってる、あの、いい友のそのほら、あの、最後の。そなってのそれもだからもう結局 LINE でしか来ない。だから俺とかさ、お前とか、俺はさ、ジュニアから、あの、伝言的に来てたわけよ。今まではメールで。今度その、タモリさんと一緒にね、じゃなんか、返します、みたいな。で、 で、ジュニアが、俺に、えっと、今度やるみたいですよ。太田さんにもお伝えくださいっていう、もうそういう伝言だったわけ。だけど、もう俺がスマホにしたって言ったら、もう、あの、ジュニアが、もう田中さんスマホにしたんやったら、もう入ってください。何人だから多分、同じぐらいに十何人。だぇー。だから、さっき。タモリもいんのタモリさんいねえよ。まずなんだタモリと呼び捨て。だから、もう本当に、あの、高年だ。そう、会話してんのないしてない全然しない。だから、その、 会があるとき、だ,だからベッキーが今度、あの、来日<や>にやりますみたいなときのや、<ー>ため用のやつだから、ほとんどそこはまあ、鶴瓶も入ってる。鶴瓶 <laughs> さんはね、入ってないから。あ<ー>まあ、上の方はいないかもしれない。まあ、別に、だいたいその辺の人たちがいるのが入ってるのと、うん、田中康夫も入ってる。 田中康夫入ってないね。<laughs> 初期のいいと思のね。山本光太 30, 30年前のコーナー持ってた人はやってないんで。最後のレギュラーのー人たちなんで。<laughs> えー、だその辺がちょっと入,入ってるっていうのがあるぐらいですね。でも、だ難しいのは LINE は本当に、そのなんていうのそのグループを作っちゃうと、誰かが、それこそ多くれば多いほど、誰かが。悪口言えないもんな。 うん、まあそうだし、反応してくれるだろうとか、誰かがそれに対してお、数いる中で俺だけ、なんか変信みたいな感じになっちゃうのはわかる気もするんで、<ー>なんとなく。<う>俺は別にそ,それぐらいですよ。うん、あの、たくさんのグループはいいの、それぐらいですよ。うん、あとはまあ別に個人的にぐらい、ね、だからな。なか余計難しくなか、ね、だから俺怖いのは、ね、そうなんですよ。その、それこそ変な仲間外れ的なのって、うん <で>あるもんね作りやすくなっちゃうのも事実なんですよね。うんうん、ちょっとこう扱い方は怖い感じがしますね。うんえー、おはーきー